よ、はい、せーの、どうも皆さんこんばんは。おい、ジュチュースインターネットサイン会始まりました。ごめんなさい、なんて言ったじゃん。ごめんなさい。ということで、ジュチュースの黒ゆみです。え、また木崎です、はい、よろしくお願いします。コンサートで初めて聞いた雨の中のくちばしのやだ。コンサートで初めて聞いた。ゆめちゃん、どんどん表現力も高くなってきたゆめちゃん、ジュースの用としてカヌレって読むんだよ。カヌレ、カヌレカヌレ好きだからね。カヌレって言うんですね、知らなかった。ジュースのカヌレ、待って待って、何でしたっけ。カヌレジュースのカヌレとして一層の成長を期待しつつ応援しています。いや、そんなカヌレってすごいいい言葉というか、なんか真ん中みたいな、中心みたいな、重要だよみたいな、重要、すごい初めて知りました。これくちばしポーズ、くちばし確かに上手だ。くちばしポーズでいきましょうか。じゃあくちばしこんな感じですかね。はい、どうでしょう。過去一笑ったかも。あ、過去一笑った。気持ちが過去一盛りすぎました。はい、泥試合ポーズ。泥試合。ね、泥かき集め。泥かき集め。じゃあこの躍動感を伝えしてください。椅子がキッキン言っております。現在やっている秋ツアーの千秋楽として11月29日に9日に日本武道館で29日ちょっと前分かんなくなっちゃった。あの11月29日に、日本武道館のステージに立たせていただきます。そしてここまでのお相手は工藤夢と江端木咲でした。ありがとうございました。